最近、エヴァが流行ってます。これは得意技の便乗を使うべきなのでは？ダメです。無理。却下。便乗を使うべきなのでは？ダメです。無理。却下。ダメです。結果。なんでよ。エヴァネタなんてやったらわかんない人にとって意味不明な動画になっちゃうでしょ。いや元からうちの動画意味わかんねえだろ。その反論悲しい気持ちになりませんか？うるせえ。私はやりたいんだよ。ダメ。せめてプリキュアにしろ。もっとダメだろ。で、鬱陶の末、お互いボロボロになりながら決めた結論としましては、私の目には片方が蹂躙されたようにしか見えんのだが。交代禁止縛りで今回はやってくことにしました。交代禁止縛り。お前がボロ負けしたから何も関係なくなっちゃったな。いやそれがですね、エヴァの有名なセリフに、逃げちゃダメだ。ってのがあるんですよ。ね、お前相当強引に解釈したな。なので今回の試合、ポケモン交換を禁止します。どんな不利対面でも逃げることは許されません。ポケモンバトルの醍醐味、サイクル戦ができないのはきついものがあるな。当然、トンボ返りなどの交代技も禁止です。使用した場合は家の鍵を1週間の間没収します。なんでだよ。家にも帰れなくするのはやりすぎ。さらに、降参なんて行為を行った場合は地下帝国行きです。覚悟してくださいね。覚悟も何もお前がただただ罰を背負うだけだけどね。ただし勝利した場合マリサは私に焼肉をおごらなければならない。しんどけ。先発はタイマンなら強いウップを置きました。特製のウノミサイルでタイマン性能はそこそこある。このルールだと罪の状況になりづらくて適してるかもな。今回の作戦としましては、ウップで相手を麻痺させた後にマッシブーンで3立てします。うん、いつもとほとんど変わんないね。対戦、よろしくお願いします。相手の先発は無限大な、独特コスモパワー型だと永遠に起点にされておしまいですね。早速交代できない弊害出てんじゃねえか。そもそもね、うちのパーティー独特無限大なに勝てるポケモンいないよ。なんでなん。マリサどうする？ゲームなら結構持ってきたけど、長期戦する気満々じゃねえか。あと一人用のゲームしかないじゃん。みんなで遊べるの持ってこいよ。マリサはほら。感染がかりってやつ、しかも全部お前がやるのかよ。ここで無限ダイナは光の壁を選択です。はい、無限ダイナって壁使えるんだ。まあ、ウップは定数ダメを稼ぐポケモンだからあんま影響ないね。魚取ってこい。1年前と比べて絶滅したんか。ってほど減っちゃったウップの特性、ウノミサイルについて解説。滝登りか波乗りをするとウップがサシカマスを加えてくるよ。で攻撃を受けると吐き出して相手にダメージ&防御ダウンのデバフ。そこそこって感じだな。で、ウップの HP が半分以下の時はピカチュウを加えてくるよ。邪魔。解説中に支援入れるのやめませんか。ピカチュウの場合はダメージにプラスして相手を麻痺にするを負けつき、基本的にピカチュウを加えてバンバン飛ばしていこう。ピカチュウの代わりにお前が飛ばされればいいのに。まあ、僕を飛ばすとちょっと効果弱くなっちゃうからね。命中率が下がるだけになっちゃう。最低な方法で相手を妨害するな。とアーマーガーが出てきました。壁が切れるまでひたすら波乗りと斧ミサイルしてれば良さそうっすね。無限ダイナに貼られた壁はうざいけど、じきに消えるしまあいいか。さすがに効かなすぎじゃん。おっと、これ積んだか。壁の影響終わりじゃん。すみません、身代わりが壊れないのですが。ウップの特攻は85しかないので、こんなもんですよ。知ってるか？ウップの能力で一番高いの、特防なんだぜ。なんでだよ。てか、大変だよみんな。波乗り4回しか打ってないのに PP が黄色になっちゃったし、エアスラ外しちゃった。もうぐしゃぐしゃ。まあ待て、一応希望はあるぞ。アーマーガーの技が絶壁、羽休め、身代わりと分かった以上最後の技はボディープレスだろう。それなら、抜け人で貫通できないか？そうじゃん、レヒレ対策で持ってきた抜け人がここに来て役に立つとは。霊夢。今日は交代ができないんだぜ。降参も当然できないんだぜ。ルール過失すんなゴミ。もう、これアーマーガーが殴ってくれる以外勝ち目がないじゃん。TOB されたら負けっすね。しかもさ、相手のアーマーガーの特性プレッシャーだし、こっちが圧倒的不利じゃん。羽休めとこらえるがあるせいで悪あがき退場もできないし。あ、もちろんだけど悪あがきによる事象もルール違反とみなすので気をつけてね。へ無理。追い詰められすぎて霊夢壊れちゃった。アーマーガー、霊夢の話、聞いてくれないか？ウップはどうなってもいいから攻撃をしてくれ。見殺しはやばいわよ、シンジ君。誰がシンジ君だ。使えないな、霊夢君。それもうただの悪口だよ。あとこんなしょうもない姿のサトシのライバルは嫌すぎる。仕方がないので察されないように、羽休め、コライルを中心に玉に波乗りを混ぜ込みます。アーマーガーは防御が最大まで上がったので、TOB 狙いでない限りはそろそろ攻撃をしてくるかもしれません。オッケー、攻撃してくれるなら希望はある。素で耐えるんかい？HP が半分以下になったので、ピカチュウを加えてくるよー。なぜウップは4倍弱点のポケモンを加えてきてしまうのか。そりゃウップの顔の面積がこれくらいで、ピカチュウの顔の面積がこれくらいのわけじゃん。
脳が小さいよね。脳が小さいっていうかほぼかは、こっから羽休めで体力を回復しつつ、アーマーガーが攻撃してくれるのを待ちます。相手が TOD を仕掛けてくる意思がない以上、こっちは身代わりを壊してなおかつ火中を当てられるようにしないとな。麻痺いただきましたはっはっは、一応助けも出せてるからね。最後に身代わり破壊くらいはやり遂げてもらうよ。そしてピカチュウを喰らえ。この特性身代わり貫通なのガチで強いと思う。さあ、チャンスは生まれた。あとは任せたぜ、マッシブーン。おめえ、大丈夫。ここで俺はダイマックスをするんだが、機械の無限ダイナを倒すために、ダイジェットに1ターン咲かないといけない。足りるか、攻撃力。任せとけ、ダイナックル2発で、なんとか落としてみせる。ユニカラス、鳥の時代はもう終わった。今からは蚊の時代だ。こういう時、どんな顔すればいいかわからないの。いつも顔同じだろ。それはそれとして蚊の時代はかゆいから来ないで。蚊だの織田の今日のパーティーは一文字の動物ばっかりだ。抜け人はむ、ところ天之助さんですか。やばいって、次羽休めされたら終わりだぞ。インファイトの PP8 しかないからプレッシャー込みで4発しか撃てないんだよね。麻痺、麻痺バグを引けば全て丸く収まるよ。うっぷはそのために、ピカチュウを飲み込み死んでいったのだから、勝手に殺しちゃダメだよ。お願い、これを回復されると勝ち筋が急所しかなくなっちゃうの。私、地下帝国行きでもいいので降参していいですか。どんだけこの状況から逃げ出したいんだよ。まあ、身代わり張ってくれたおかげで、次のダイジェットは確実に通るな。なお身代わりを破壊できるかはわからん模様。そこは気合で乗り越えればなんとかなん。確実に防ぎに来てるんだが。やばいよこれ防がれたら確定で負けちゃう。お前、ここに来て麻痺を。ありがとう、まずは第一関門突破だ。俺が撃てるインファイトの回数は、2回、この2回で、全てを片付ける。さっきからうっぷう仕事しすぎじゃない？うおおいけーマッシブーン。これはどうなんでしょうね。ギリギリいけなくもないけど基本的にダメそう。次のターンも確実に大ゴールなんで、PP 節約のために次はレイパンっすね。勝負を決める1ターンは、ダイマが終わってから、か。勝つか負けるかギリギリの戦いっていうのは、勝負を盛り上げるスパイスになる。インド人の方ですか？バリバリのアローラ人です。くらえ、魂のインファイト。最後に笑うのは、俺だ。脳汁でまくりなとこ悪いけどこれ運がち。助けて。こうなったらあとは殴るだけで勝ちだね。なんつうか、交代を禁止してても、先発が起点作りしてくれれば案外やれるもんだな。交代できないってより交代しなくていい構築ですよ。なんかまた急所に当ててません。モンハンの発売が近いからな、V 破壊をイメージさせてもらった。とりあえず流行りの要素くっつければいいと思ってない？と、最後はお相手の降参で終了。対戦、ありがとうございました。ということで、マリサ、え、何？焼肉おごって。はぁ、なんでお前におごらなくちゃ。約束は守ってね。私は知らねえ。ちょっと待って。これ支払いから逃げてね。仕方ないね、助けろよ。